こんばんは、入山明子です。7月15日水木曜日、入山明子のつれづれ日記。今日は川越市に伺ってきました。ラジオ川越さんで、中本直樹先生の何てったって歌謡曲にゲスト出演をさせていただきました。ずっと気にかけていただいて、これまでもお声掛けをいただきながら、ようやくお会いでき、枠井田社長からのご縁でしたので、 えー、とてもありがたく、社長のお話をまた改めて、ラジオの中でも、おしゃべりさせていただきました。とても貴重な時間をいただいて、感謝しております。放送は8月29日、日曜日の午後2時からになっています。どうぞお楽しみに。さあ、そして今日、ラジオ川越さんに伺いましたら、私の前のゲストの方が、なんと先日、聖火ランナーで走られた方、 トーチを持ってご出演ということでそのトーチを持たせていただいたり写真に一緒に撮影していただいたりととても貴重な一生に一度あるかないかの経験をさせていただきましたありがたいなと思いながらしっかりと写真を撮ってまいりましたのでぜひご覧くださいさあそれでは昨日の Facebook のお返事を返したいと思いますまずは小田切隆夫さんです ファンの皆さんと秋子さんの放送を見聞きしながら仲間との会話は楽しい時間でした。お疲れ様でした。おやすみなさい。ということで、ハートちゃんがハートの投げキッスをしています。かわいいです。満月テロさん、今日は久しぶりアコちゃんの応援。笑顔明るく頑張りお疲れ様でした。また来月、キバ、レインボー、サテライト、スタジオ、ラジオへ応援へ行きますね。メッセージ読んでくれてありがとうと書いてくれてます。 タヌキでしょうか緑のタヌキ。メガネをかけてキラキラと体が光っています。山本博しさん、視聴させていただきました。お疲れ様。ということで、博しさん、ありがとうございます。タグ付けをして記事にも書いてくださっていました。深田正美さんです。グッドモーニング、ハッピーウェンズデイ。ってリスさんがハートをたくさん出してます。ありがとうございます。山川良子さん、お疲れ様でしたね。女の子が大きいハートを持っているかわいいスタンプです。 山川よしこさんですお疲れ様でしたねということで大きなハートを女の子持ってます稲葉幸恵さんお疲れ様でした秋子さんと同じ場所にいられるだけで幸せでしたと豚ちゃんが大きなハートを出してますありがとうございます中垣さんですこんばんは素敵ですねお疲れ様でしたまたなーとまたなーで終わりです山崎直江先生です元気いっぱいになりましたありがとうとハッピーハッピーとうさちゃんとひよこちゃんが ひよこちゃんかな、飛んでます。松崎聖子さんです。あきこさん、今日一日、お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。おやすみなさいと書いてあります。柴谷とみこさんです。あきこちゃん、レインボータウンミサイのふるさと島。あじじま月一ゲスト出演、嬉しいですね。ミサイさんとの会話も息があって、楽しい。番組に、皆さんも月一、あきこちゃんと会える楽しみがあって、羨ましいです。一度は行って、皆さんと一緒に座って番組を見てみ,ないみたいな。月に笑う。ちょ くまさんがグッドナイトーと言ってます。そうですね。もうあの遠くの方には本当にそうですよね。遠くの方には本当にあの応援をいただきながらなかなかお会いできないので寂しいですが、また会える日を楽しみにしていますね。加藤兼久さん、今日は皆様にお会いできて楽しい時間を過ごさせていただきありがとうございました。お疲れ様でした。ゆっくりお休みください。さあ。 小川さんでですよ井原入山明子様様今日もお疲れ様でした年間購読の一足早く月刊歌の手帳が届き明子さんの対策法の記事が載ってました私がアルバイトしている某飲食店では対面のアクリル板をずらしたりするお客さんがいて困りますもちろん注意しますがということでそうですね9月号に入山明子の感染対策のページを2ページいただきました。是非月間歌の手帳 今月19日の発売号ですね9月号に入山明の記事が感染対策載っておりますのでぜひご覧ください加藤敦子さんですお疲れ様でした明子さんにお会いでき元気をいただきましたまた皆様とお会いし楽しくお話ができてとても楽しい時間でした明日も元気に笑顔の一日をゆっくりお休みくださいとあります牧野明光さんです明子さんこんばんみーはは出た 今日はレインボータウン FM お疲れ様でしたとても楽しい時間をありがとうございました明日の川越 FM 頑張ってくださいということでありがとうございます舞い上がれが載ってますねありがとうございます秋光さん「アバター」も載ってグッドナイト3点セットです富田さん 一流の歌手さんなのに可愛い方なんですね頑張れ <laughs> まだ一流を目指して今頑張っている真っ最中ですのでねありがとうございますおきしまはるみさんですブラジルからあきこさんこんばんはレインボータウン FM ゲスト出演お疲れ様でした小田切さんが投稿されていましたがバタバタしてて見ることができませんでしたこれから見させていただきます素敵なファンの皆様に来てもらって良かったですね皆さんも喜ばれたことと思いますゆっくりとお休みくださいねおやすみなさい明日も笑顔で舞い上がれ いつもブラジルからありがとうございます。金崎牧子さんです。えー、素敵なねバラの花を一輪くださいました。ありがとうございます。金地区さんは女の子とワンちゃんが踊っております。ありがとうございます。 西山秀子さんですブラジルからですお疲れ様でした毎月ゲストで出演素晴らしいですねとても素敵でしたよということでありがとうございます駅中さんですお疲れ様でした日々笑顔日々無事日々円満日々安心日々健康日々感謝、えー、ありがとうございますさあそしてタグ付けをしながら野崎さんが今週の和装美女というので龍 <laughs> のねあの 着物を着たところのタグ付けしてくださいました。そして満月さんは2017年でしょうかね。えー、ディナーショーの写真を撮ってくださってますね。小田切さんは昨日のモデルさんですということで、かなりアップですね。<laughs> いろんな写真をあげてくださっております。ありがとうございます。直江先生もね、あげてくださいました。久しぶりにお目にかかりましたが、牙のレンボータウン FM へ降り始めた雨を止めてしまうほどのア子さんパワー健在… 嬉しいですね素敵なお仲間と一緒にたらすあきこさんの爽やか笑顔に見せられながら楽しい夏の夕暮れでしたねご来場いただいた皆様ありがとうございましたそしてブログの方でも、えー、今日コメントが一件入っておりましたね記事をアップしたところ北海峡の富さんから、えー、返信がありましたね レインボータウン F.M. にね、毎週出演、あ、毎月出演させていただいております。ミサユのふるさと自慢、あじ慢お疲れ様でした。ミサユさんの優しさいっぱいの番組ですね。終了後雨は大丈夫でしたか。コメントの中で川越は雷がとれてましたが、そちらは雨が多いようですが安全運転で気をつけてくださいねとあります。はい、安全運転気をつけて頑張りたいと思います。さあそれでは皆様えこれから、うん、まだまだ。 えー、メールの返信それからやらねばならないたまっているお仕事を片付けたいなと思います皆様も夜はしっかり寝て体力を温存しながらそして熱中症対策には水分もしっかり取られながら食事もなさって元気にお過ごしくださいそれではおやすみなさい